はい、じゃあ今日は、データの分析、演習の方です、演習の第1回目ということで、ここまでの授業の方の演習の方をしていただきたいと思います。今日の内容は今までやってきた度数分布表、度数折れ線とヒストグラム、それから相対度数についての問題です。はい、では練習問題の1番ということで、以下は40人の男子について体重を測定した資料である。体型の幅を 4kg として度数分布表を作り、それについてのヒストグラムと度数折れ線を書いてください。また相対度数を求めて相対度数分布表を書いてください。ということで、じゃあ皆さんこの表を見てですね、自分で解いてみてください。はい、動画の方止めてもらって構いませんので、一通りやってみてください。はい、お願いします。はい、では、できましたら、それでは解説の方に入りたいと思います。ではまず、こちらですね、度数分布表と相対度数分布表、これは同じ表に書いてしまって構いませんので、はい、ではやっていこうと思います。まあ、ここら辺は難しいところじゃないので、そのかなりいってほしいなと思います。まず、度数分布表を作るにあたって一番左側のところには、階級を定めますね。はい、今回は、一番体重が軽いのが 45.5kg だったはずです。 45.5kg が一番軽い体重でしたので、私は 45kg を一番下の階級値として取りました。はい、で、幅が 4kg ということだったので、45以上49未満ということで取れますね。はい、で次が49から53以下、同じように取っていきます。はい、そしたら度数です。度数はその表に含まれている、この前45以上49未満だったら、その45から49の間に間の数が、資料がこのデータの中にですね、いくつあるかというのが、はい、度数です。度数でしたので、数えていけばいいわけですね。45以上49未満というのをこの表の中から探していくと、3人いたはずです。はい、ですので度数は3になりますね。はい、それから、同じように49から53 43kg 以上40あ53kg 未満っていう人が6人いました。はい、で53から57これについては5人、同様に8人、それから4人、2人、3人、1人っていうふうに数えていくとなるので、そこは地道にこう数え間違いのないように数えていってください。ここ間違えてしまうと全部間違えてしまいますので、はい、そしたら、この最後に確認がありましたね。度数を全部数えていって K のところには、当然ですけど、こちら問題に戻りますと、以下は40人の男子って書いてありますね。40人の男子っていうことは K が40になってなきゃおかしいわけです。はい、度数の方を数えていってもらうと、ここが40になってますね。はい、ここまで確認してください。はい、これで度数分布表です。でもこの問題はさらに相対度数分布表をかけという問題もありましたので、今度は相対度数を求めます。相対度数の求め方は、この度数割る合計の値でしたね。はい、ですのでまず相対度数、ここは3割る40をしていただいて 0.075 です。はい、同様に、49から53については6割る40をして 0.150。はい、それから、53から57は 0.125、で 8割る40をして 0.200、 下も8ですので同じく 0.200。 はい、で今度ここは4割40で 0.100 まで書きましょう。はい、0.750。 この辺はきっとつまずくことではないと思います。 0.050 です。050
0.025 になります。はい、でまたこちらも確認事項がありましたね。相対度数の値、こちら、全部ここからここまで足していただくと、はい、1になってるはずです。相対度数全部を足していただくと、1になるはずです。ここもしっかり確認してください。はい、でですね、私、小数 第3位まで書きましたが、ここはまあこうやったら 0.1 とかでも構わないです。別にそれは間違いではないですので、はい、気にしないでください。ただここは最小の値がですね 0.075 になったわけですから、まあ小数第3位まで書いた方が綺麗かなと思って私は書いてますけど、別にそこは構わないです。はい、では問題の続きに入ります。はい、次は、何でしたっけ、度数分布表から、それについてのヒストグラムと、度数折れ線を書きなさいということで、じゃあそちらの方に移りますね。先に書いちゃいましたが、ヒストグラムについては、ヒストグラムについては、こちらの表からですね、さっき求めた表から下に横軸に回帰を取っていただいて、縦軸に度数を取る。あ、これは書かないです。度数と階級っていうのは書かないと構わないんですけど、はい、で45から4つ刻み、4刻みで、一番大きいのが81でしたね。81まで取っていただいて、度数の方は、人数ですので、一番最大が8人だったので私は8人まで取りました。ここはまあ人それぞれ違うと思いますけど、はい、まあ同じように書けていれば問題ありません。まず45から49の階級については3人いましたので、こちらは3人になりますね。ここ大体3のところに置いてください。はい、で49から53については6人いたはずです。で6のところにヒストグラム、四角形を書いてください。はい、で53から57については5人、57から61と61から65は8人でしたので一番大きな値になりますね。はい、で65から69が、4人、はい、で69から73が2人ですね。はい、で73から77 3人、77から81が1人、このようにヒストグラムが書けるはずです。はい、でヒストグラムが書けたら、次ですね、ヒストグラムをもとに度数折れ線を書いていきます。じゃあ度数折れ線ってどうやって書くのかというと、それぞれヒストグラムの、長方形の上の辺の中点を取るっていう言葉でしたね。中点を取る、上の辺の中点を取っていきます、すべてのヒストグラムを、はい、取っていただいて、その中点を結ぶと、これが度数折れ線ということです。はい、まあこんな感じになったんじゃないですかね。はい、で忘れてはいけないことがありました。度数折れ線の、度数折れ線を必ず横軸に最後は取ってください。横軸0の値を取ってくださいっていうのがありましたね。ここまでしっかり書いてください。はい、これを忘れずにお願いします。はい、こんな風にしてこの問題はまあ問題が多く感じましたけど大して難しくはありませんよね。はい、度数分布表が書けて、まず度数分布表です、絶対まず度数分布表を書けるようにしてください。で度数分布表が書けたら相対度数分布表も書けますので、隣に同じように書いていただきまして、そしてそれを元にしてヒストグラムと度数折れ線、まずヒストグラムを書く、で中点を取る、その中点を結ぶと、で下は最後忘れずにというところまでが今回の問題でした。はい、では間違えたところとか分からなかったことについてはもう一度復習するようにしましょう。以上です。